よりシンポジウム2040独立自尊プロジェクトを始めさせていただきます。登壇者はグローバルリサーチインスティテュート特任講師加藤康弘、グローバルリサーチインスティテュート特任教授トリヤ雅子、システムデザインマネジメント研究科特任助教伊藤翼、グローバルリサーチインスティテュート特任教授浅井誠、理工学部機械工学科教授尾上博明、グローバルリサーチインスティテュート特任准教授川島春菜でございます。それでは加藤先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日は朝早くから盛り上がっている中ご来場いただきありがとうございます。後半戦もですね、私たちのこの熱い思いをですね語らさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、本セミナーですけども、独立自尊2040プロジェクトですけども、今ちょうどあれここが出ていますこのロゴにありますですね、2040年の社会にですね、どういった解決をしていかなくちゃというプロジェクトを今行っています。まあ、そのあたりの詳しい話をですね、これから順番にお話しさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にこの全体のこの2040独立自尊プロジェクトは何ぞやというところから、トリヤ先生の方からご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。KGRI のトリヤです。よろしくお願いいたします。私の方から2040独立自尊プロジェクトの全体についての紹介をさせていただきます。グローバルリサーチインスティチュート何かというところからまず、入るんですけれども、グローバルリサーチインスティチュート、KGRI と略しますが、 KGRI はグローバル課題の解決を目指して分野融合型で国際的な研究を行っているという組織です。で、その、いろんな活動があるんですけども、その活動の一環として2021年より始まったのが2040独立自尊プロジェクトです。で、この2040独立自尊プロジェクトの目的なんですけれども、今から20年弱後、2040年にさまざまな課題が起きてくるであろうというふうに考えられています。2040年には超高齢社会が到来していて、おそらく健康面に心配のある高齢者だったりとか要介護者が非常に多くなっているということが予想されます。で、その一方で少子化によって元気な現役世代が少なくて、労働力にことかく状態になっていくだろう、そして経済的にも日本という国は衰退していく、そういったことが予想されています。一方でデジタル社会が高度に発達、さらに高度に発達していく。で、デジタル社会というのは国家の枠を超えたものになっていますので、そうした中で今まで国が定めた法律などによって守られていた私たちの生活とか社会というのはどんなふうに守られていくのか、新しい秩序形成が必要ではないかといったことも考えなければなりません。こうした今までにない問題が起きてくる中で、ただ単に一つ一つの問題を解決を目指すっていうのだけではなく、私たちは一人一人のあるべき姿、誰もが自分らしさを開花することのできる社会、こういったものを目指そうと考えています。それはどんな人でも、若者でも高齢者でも、また障害を持った人でも、自分らしさ、すなわち人格、そして尊厳を尊重される、そうした世界を実現するといったことを目指しています。私たち一人一人の独立が守られているからこそ、一人一人の集合体である国家の存立というのも健全に成り立つであろう、そんなふうに考えておりまして、そんな意味と思いがですね、この独立自尊という福沢諭吉先生の言葉を用いて込められています。すなわち独立自尊というのは、私たち生身の
個人の尊厳と国家の存立の確保、両方を意味している言葉です。そしてこの独立自尊プロジェクトは、それぞれの研究分野が独立して研究をしているのではなくですね、非常に融合的に進めています。まずテクノロジーですね。今後必要なテクノロジーの研究開発はもちろん、さらに、そういったそのテクノロジーをつないで活用した社会システムも研究します。さらに、新たな社会システムが何かしらできたときに、それがどのような法的倫理的な課題を持ちうるのかといったような研究、これらが相互に影響し合いながら研究を進めるという特徴をこのプロジェクトは持っています。でそして、私たちは学際的に研究を行っているだけではなく、さらに研究のプロセスについても今までにないやり方で進めています。従来までの研究、多くの研究は社会課題の解決を、まあ当然意識しているとは思うんですけれども、技術シリーズからボトムアップで社会実装を目指すというやり方が多いと思います。でまた何か共通のテーマを設定して研究グループを集めてということはよくあるやり方だと思うんですけれども、まあ、たとえそうしたとしても、それぞれの研究グループがそれぞれの自分たちの成果を追い求めていくために、本来ならば融合してイノベーションの突破口となるべき新しい研究というものが設計されない、生まれにくいという弱点があるかと思います。一方で、私たちのプロジェクトの方式では、社会課題の解決という共通目的のもと、異分野融合の必然性を設計できる。これはどういうことかというと、社会課題の解決を見据えながら、それぞれ別々の分野の研究者が集まってきて、そしてそこからどんな新しい研究分野が、研究が必要なのかということを一緒に考えて、そこからスタートするですね。でその時に研究者だけでなく、企業やそして学生たちもですね、個人として参加する学生もいるんですけど、何を作っていくべきかを、まあ、みんなで検討するわけです。そういうことができるオープンなコミュニティを作っています。そして実はこのコミュニティは、半年前に、立ち上げたんですけども、半年ですでに300人を超える参加者を得ています。そのコミュニティの参加者がみんな同じようにですね、2040年見据えて社会課題をどうやって解決していくかということを見ているので、方向性がバラバラにならずに、狙った方向に研究を作って、研究プロジェクトを作っていけるんじゃないかというふうに考えています。そしてそれから先ほど、通常の研究は研究シーズンからのボトムアップであることが多いということに触れましたけれども、このプロジェクトではですね、全く逆方向から始めるという点においても特徴があります。まず私たちは将来の社会の在り方や社会課題についての分析や議論から始めます。そして今後の社会にどんな社会システムが必要であるかということを議論します。そして今後必要な新しい社会システムというのは、おそらくまあこんなもんだろうというふうに私は考えているのが、複数の企業によるサービスが業界を横断して連結していって、そしてそこにはさまざまな新しい技術が内包されて、社会全体として一つのシステムとして成り立つものではないだろうかというふうに考えています。その社会システムが実際に動いたらどうなるだろうかという、例えばまあ簡易的に確かめるプロトタイプであったりとか、部分的に社会実装をするといったようなことを早い段階で行ってしまって、そして本当に社会ニーズがあるのか、本当に効果があるのか、もしその社会システムが実装されたらどんな課題が新たに生まれるんだろうか、そして、それはどういうふうに解決していったらいいのか
そういったことを研究者、企業、市民みんなで検討するということを考えています。そして本当に必要なサービスや技術ですねの開発につなげていく、そういうやり方で研究プロジェクトを進めるっていう、まあ、新しい大学の研究のあり方ですね。こういうことをやるチャレンジをこのプロジェクトでは行っています。そしてそのバックキャスティング型の研究プロセスを現在横浜みなとみらいのフィールドで進めようとしています。これは後ほど具体的にご説明しようとする方法ですけども、例えばですね、町全体の至るところで私たちの行動の在り方を変えようと、いろんな店とかいろんなインフラとかものが介入してくる、そんな社会システムが実現する、そんな町をちょっと想像してみてください。で、もしかしたらそんな町中で、行動を監視されて自分の行動をコントロールされるなんて不安、まあこれ当然そういった意見も出てくると思いますけど、一方でいやいやお互いに、助け合うとか環境にいい行動を促進するとか、そういったいい方向に使うっていうこともできるんじゃないか、そんな意見も出てくるかもしれません。で、まあ、例えばそういうですね、下手をするとディストピア的な、社会になってしまうようなかもしれない、そういった仕組みが知らないうちに実現してしまう前に街で、実際に実証してみて、でしっかりと市民と検証して、そして市民フィールドで検証された大学研究や企業でなければ生き残れないというようなエコサイクルを作るというようなことを、みなとみらいの町をフィールドとしてやっていこうというようなプロジェクトも進んでいます。これをですね、市民と大学の産業で町を作るというふうに私たちは言ってやっていきたいと思っています。でこれが実際の私たちのプロジェクトの推進体制なんですけれども、理工学系のプロジェクト、医学系のプロジェクト、そして法政治医学系のプロジェクト、3つで構成されています。これらの分野が相互に連携して進めておりまして、これから順番にそれぞれのプロジェクトの具体を説明していきます。でまず健康寿命延伸プロジェクトなんですけれども、リーダーが医学部の安井教授です。でこの健康寿命延伸プロジェクトの目的というのは、まあ、その名の通りですね、健康寿命を延伸するというものです。2040年には、高齢者4000万人になるというふうに推定されていますけれども、その時の平均寿命というのは 85.7 歳と予測しています。で今現在の健康寿命が72から74歳なので、まあ、十数年私たちはもしかしたら不健康なまま生きていかないといけないかもしれない。このギャップを縮めるために少しでも健康である状態を伸ばす、健康寿命を伸ばしたい、これがこのプロジェクトの目的です。で、そのために何をしたらいいか、どんなシステムが必要かということを検討しました。医療や介護、それ以外のヘルス領域を網羅的に探索して、重要なんだけどもまだ見えていない課題、手つかずの領域を見つけようとしました。そしてその領域においてどのような仕組みで解決すべきかを検討しました。でその分析の中で私たちはこういったことに気づきました。それは今非常に注目されているデジタルヘルスケア、アプローチ、デジタルデバイスを使ったデジタルヘルスケアの利用がどんなに増えても、結局食事や運動などの生活習慣を変えるような行動変容が起きなければ、本来の目的である健康にはつながらないんじゃないかということです。で既存のデジタルヘルスケアサービスというのは健康状態を可視化して、そして予測したり、まあ、そんな風に病気の予防の意識を高めるといったことをします。また例えばアプリ等を介して、もっと歩いた方がいいですよとか、食事を減らした方がいいですよとか、もっと頑張ってみたいなアドバイス、励ましをして、そして運動や食事制限のモチベーション、
維持をサポートしていますけれども、それでは実際行動を変容させるには限界があるだろうというふうに思います。そこでもっと対象の人の周りの環境を積極的に変化させたり、その人の生活や行動に積極的に介入してくる、ちょっかいを出してくるといったもう少し踏み込んだサービスをデジタルを活用して提供することができないだろうかと考えました。このラインですね。むしろこここそが今後必要な新たな領域、新たなサービス産業分野になるんじゃないかなどと私たちは考えています。そして、私たちの、健康状態や生活行動をモニタリングして、そして行動変容のために必要な介入や分析をして、実際介入サービスを行ってくれる事業者に指示を出すといったような、こういったプラットフォームの仕組みが、そこで今私が説明したような状態を実現するためには必要になると思うんですけれども、こういったプラットフォームが実現すればですね、さまざまなサービスが家の中とかオフィスとか街とかで連続的に提供されて、こうやって知らず知らずのうちに私たちは自分の努力に頼らなくとも行動を変えて健康になれるかもしれない、そんなことを考えています。では健康のための行動変容を促進するサービスとはどんなものか、その一例をご紹介します。ということで、ここからは事例として、デバイスの紹介をさせていただきたいと思います。私は改めまして、慶応義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科の伊藤翼と申します。よろしくお願いいたします。で今回ご紹介するのはですね、嗅覚に関する、行動変異の行動促進を起こすようなデバイスをご紹介させていただければというふうに思っています。まずですね、こちらのグラフを見ていただければと思うんですけれども、このグラフはですね、横軸はですね、右に行けば行くほど、年齢が上がっていくというようなイメージです。で縦は何を表しているかというと、嗅覚の機能の、を表しているで、グラフになっています。でこれを見て分かるとですね、60から69を過ぎたあたりから、ガクンと右肩下がりに下がっているというようなところが見受けられます。で実際ですね、およそ2000人を対象とした研究においてですね、65歳から80歳までの半数以上が嗅覚に対して重大な障害があるというところが示されたという研究の結果になっています。で、今のことからですね、加齢によって嗅覚機能というのはどんどん衰えるというところが分かってきているんですけども、これによって我々の生活にさまざまな問題があるということも分かっています。例えばですね、一番日常生活での支障と健康への影響ということで、例えば嗅覚が衰えてしまうとご飯が美味しくなくなってしまうとかですね、あとはガス漏れといったような危険察知みたいなところに影響が出てきてしまうというような問題があります。それからですね、最近嗅覚と認知機能というところの関連も、研究が進んできていますけれども、認知機能関連の病気の前駆症状というふうなことも言われています。それから先ほどの機能の低下というところに関しては、3番にあるとおり無自覚ですね、いつの間にか気づいたらもう落ちていったというようなところが あるというところが、この嗅覚の機能が衰えてしまうことの問題というふうになっています。ですが、嗅覚というのは実はトレーニングで回復するというふうに言われています。これ2009年に行われた研究ですけれども、嗅覚障害のある患者に対してですね、12週間にわたって1日2回4つの香りを意識的に嗅ぎ分けるといったようなトレーニングを実施したところ、その患者たちがですね、嗅覚機能の向上が見られたということが言われています。香りとしてはですね、バラとレモンとクローブとユカリと、この4つを嗅いだというふうに言われていますが、こういった研究結果もあります。しかしながら、一般的にこうトレーニングというのはなかなか続かないというふうに思います。例えばジムとかですね、筋トレとかやられる方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういったものはなかなか続かないよねといったような問題があるというふうに捉えています。そこでですね、我々の方はですね、
私システムデザインマネジメント研究科というところに在籍しておりまして、システムデザインに関する研究をしている研究科でございますので、そのシステムデザインのアプローチによって、まあ、こういった社会課題に対しての解決ができなかろうかというところで、プロダクトのデザインを行っているというところになっています。ここからちょっと、動画になりますので、ちょっと見ていただければと思います。Yuken is a design that visualizes fragrance and makes people aware of their sense of smell. In a survey on olfaction, it seems that age-related olfactory decline was found in 46% of those over 75 years of age. A decreased sense of smell can lead to safety issues such as an inability to detect foreign odors and taste, leading to deterioration of nutritional status. Japan will have 35% of its population over 65 years old by 2040. It is a super aging society. Loss of sense of smell is likely to become a problem for many.This is where training the sense of smell becomes important. In order to keep the sense of smell from deteriorating, the act of consciously smelling a fragrance for about 10 seconds several times each day on a daily basis is necessary. However, it is difficult to be aware of the sense of smell in daily life.Therefore, we visualized the fragrance we developed a soap bubble type aroma diffuser Yakin. The Yakin uses a motion sensor to automatically generate scented soap bubbles. As the soap bubbles deflate, they emit emanates a trace amount of fragrance to the surroundings.The soap bubble reaches its maximum in about 10 seconds. After that, the soap bubble breaks and the trapped fragrance spreads into the space, completing the series of actions. Yakin is designed to make you smell the fragrance unintentionally. This stimulates the sense of smell and prevents olfactory deterioration.About 8,000 people experienced Yakin at Salon del Mobile Milano in June 2022. The design and concept of Yakin was praised by designers, architects, perfumers and fragrance researchers from all over the world. In the future, it is expected to be integrated with olfactory training used as a therapy to support the restoration of the sense of smell.In the future, Yakin will continue to evolve further, incorporating findings from fragrance researchers and medical doctors. ということで、翼雲というふうに名前をつけているんですけれども、嗅覚トレーニングができるようなそのデバイスを作ったという形になっています。でこれをですね、先ほど、動画の中でも少し出てきましたけれども、今年イタリアのミラノで行われましたミラノサロネという、デザインの展示地ですね、こちらの方に、実際に行っていきまして、現地の方々に、これを体験いただいたというところになっています。でですね、この写真の通り、本当さまざまな方々に体験していただいてですね、お友達で来られた方とか、カップルで来られる方とか、ちっちゃいお子さんまで、本当さまざまな方々に体験していただきました。で、この中で、この浴を実際に体験していただくとともに、先ほど冒頭にご説明させていただいた、嗅覚機能の衰えであるとか、嗅覚トレーニングの重要性というところを、お話しさせていただいて、いただいたという形になっています。で実際にですね、来場された方々からですね、嗅覚の重要性
様子を改めて感じられたといったコメントだとか、とても魅力的な体験であったというようなコメントを得ることができました。まあ、以上からですね、こういったデバイスを作るというところで、意識的に嗅ぎ分ける行為ができるというのはなかろうか、行動促進、行動変容につながるというのはなかろうかというところの感触を得ることができたというところになっております。でですね、こちらのプロダクトはですね、今年発表されましたヨーロピアンプロダクトデザインアワードというデザインの、アワードがあるんですけども、こちらの方で、高齢者のためのデザイン、それから意識啓発のためのデザインという2つのカテゴリーで、見直いただくことができましたというところが一つの成果かなというふうに考えております。以上からですね、海外での展示、イタリアでの展示ですね、また、こういったデザインアワードの、受賞から、こういった嗅覚の重要性を訴えること、それからそれをプロダクトに落とし込んで行動変容につなげる、行動促進につなげるというところに対しては、現在非常にこういい手応え出ているのかなというふうに思っています。今後はですね、先ほどのアクトリア先生から言いました通り、例えばみなとみらいを使わせていただいて、企業様とか他の学校様と連携させていただいて、もっともっとこのデバイスの、機能を追加していって、それからですね、もっともっと嗅覚機能を向上させるといったようなところにアプローチができればなというふうに考えております。ということで、私から事例の紹介は以上になります。ありがとうございます。今日はあれですね、伊藤先生、実際にブースの方に展示してありますので、このシンポジウム終わった後、足を運んでいただければなと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。ドリア先生、伊藤先生、本当にこの10年間のギャップをどう埋めていくかという話、ありがとうございました。もう少しテクノロジーの話、2040年、聞きたいと思いますね。このあたりの話をですね、浅井先生、小野先生の方、じゃあよろしくお願いいたします。はい、それでは始めさせていただきます。私から、それから理工学部の小野先生、2つのトークテーマということでご案内させていただきます。まずですね、我々この独立自尊プロジェクトという中で、鳥谷先生から全体像の話させていただきましたけども、大きくですね、3つのカテゴリーで、研究テーマが立っているということになっています。ちょっとこの後もしかすると一番最後に加藤先生からこのプロジェクトのですね、数値的なところ、統計データ的なところをもしかするとご案内があるかもしれませんけども、現状この3つのプロジェクトで140名ぐらいのですね、研究者が、国内外で参戦していただいています。で、私たち今これからお伝えするのは、その204の独立自尊プロジェクトの今お話しあった鳥谷先生のチームは健康寿命延伸プロジェクトという、プロジェクト、私たちはですね、鳥谷先生たちの社会システムをですね、考案していく、まさに、未来の社会を支える新しい社会システムはどんなものかというところ、でそこの構想の中にですね、多分に、未来に今起こりうるだろう、テクノロジーのイノベーションをですね、ある程度前提にした社会システムというものも当然、構想されていくわけです。で、つまりそこにですね、私たちはチーム、テクノロジーのチームはですね、まさにそのイノベーションを起こしていく、テクノロジーのおよそ技術を作っていくという、チームとして、機能させていこうと思っているわけです。で、とはいえ、2040年社会をですね、占うためのテクノロジー、多分様々なものがあります。でこのチームはですね、どこにどの分野に着目しているかというところで、お話をさせていただければなと思っています。でこのチームはですね、特別にそのライズという名前、革新的ソフトマター統合プロジェクトという名前になっていてですね、おそらく今日ご来場いただいた方々の中でですね、ソフトマターという言葉初めて聞いたぞという方も多いんじゃないかと思いますので、そのソフトマターとは何ぞやというところ、またどうしてそこに着目するのかというところを少しまずご案内してですね、でそのうちに、いくつかですね、かいつまんでどんなテーマがあるのかというところをご紹介していきたいと思います。その後、大森先生にはですね、その中の一つのテーマのですね、リーダーとして研究いただいてますので、大森先生から一つのテーマ、もう少し詳しくですね、お話をいただこうと思っています。でまずですね、このプロジェクトのキーコンセプトというのはどこにあるかということなんですが、2040年社会をですね、支えるためにはですね、いろんな観点があるわけですけども、今鳥谷先生からもお話があった通り、いわゆる健康寿命を延伸していくなんてことも一つの、方向性としてはあるわけです。でその時にですね、いわゆる私たちの体をですね、いかに長くですね、健康でいわゆるこう元気に、維持するかという観点に仮に立った時にですね、私たちの体のいわゆるこう病気になった後に、その病気を治すということだけではなくて、
もちろん生まれた瞬間からかもしれませんけれども、私たちの体をですね、早期にメンテナンスしたり、ないしはその体の状態をモニタリングしてですね、ずっとずっと、まあ、いわゆる理想的な状況で、年を取っていくということをするためにはですね、世の中にあるさまざまな、いわゆるセンシング技術だったり、ないしは情報通信技術だったり、そういうものをですね、駆使していく必要があるだろうと思うわけです。ところがですね、大きな大きなギャップとして、まあ、よくですね、そのいわゆるこうロボットが社会に進出していくとかですね、ないしはちょっと皆さんの世代どうか分かりませんけど、マトリックスの世界みたいなですね、いわゆるこう、機械がですね、人間と、まあ、体と、まあ、融合するみたいな技術を考えていくとですね、よく、まあ、なんかこう漫画的に出てくるのはですね、こういかにもロボットみたいなものがですね、人間社会の中にいるとかですね、ないしは私たちのなんか体がどこかですね、電源になっているみたいな絵が出てくることがありますけども、果たしてこんなですね、世界が私たちの来るべき世界として待ってるんだろうかということを考えてみたいわけです。で、ここにですね、大きなギャップがあるだろうと思っていて、私たちが本当の意味でですね、このテクノロジーと人間の社会を融合させていく、調和させていくために必要な技術というのは、私たちがこの20世紀、この開発してきてですね、その発展させてきたテクノロジーの技術をですね、いわゆるこう私たちの体、こう触ってみるとこう柔らかい細胞とかですね、こういうものでできているわけですけども、こういうところに融合させていくためにはですね、いわゆるこれまで培ってきたさまざまな技術を、人体と融合させていく、この人間の体を構成している物質群の中に融合させていくというテクノロジーが必要です。で、そのために注目されているのが、まあ、ソフトマターというわけです。ソフトマターはこれソフトマテリアルなんというふうに、まあ、ちょっと意味は本当は違うんですけども、まあ、ざっくりですね、分けて、まあ、ソフトマテリアルなんて言い方もしますが、まあ、その名のごとくですね、柔らかい材料というわけです。今申し上げてきた通りですね、私たちの体、柔らかいわけですよね。で、私たちの身の回りにある例えばこのラップトップとかですね、これマイクなんかもそうです。基本的にこの情報通信社会を支えてきていて、我々の周りにこう溢れているこうデバイスというのは、ね、基本的には硬いわけです。まあ、半導体とかですね、まあ、金属とかですね、そういうもののテクノロジーがずっと突き進んできて、まあ、この世界をこんなに豊かにしてきたわけですけども、一方で私たちの目の前にあるフロンティアとしてもう一つぽっかり空いている未解決の領域というのは、いわゆる私たちの体みたいなですね、この柔らかい物質群でできているような、いわゆる生命体ですね、これを構成する技術、まあ、構成している物質群、これソフトマテリアルなんていうふうに言うんですけども、まあ、こういうものをですね、形作っている世界、こういうもので形作られている世界っていうのを、まあ、知る必要があるわけです。なぜならば、この世界に我々が今まで築き上げてきたテクノロジーをですね、融合させていく必要があるからというふうに考えています。まあ、その意味で、私たちがですね、2040年という社会を狙っていくときにですね、一つの大きなイノベーションを源泉となる領域はどこだろうと考えたときに、私たちこのソフトマターという分野に注目したというわけなんです。これ今さっきから動いている絵はですね、もちろんこれ、漫画絵というかアニメーションなんですけども、細胞の中をですね、我々の体にたくさんありますね、この細胞の中に、軸索というですね、まあ、ブリッジ、橋みたいなのがあってですね、そこに、モータープロテイン、まあ、タンパク質ですね、がですね、こう、まあ、必要な物資をですね、こう手に抱えて足を使って歩いているかのごとくですね、物質を輸送していることが知られています。こんなふうにソフトマテリアルの世界はですね、私たちがこう想像する以上に非常に自律的で、しかもこう複雑な機能をですね、自発的になって動いているということがわかります。まさにこの世界が大きな大きなその科学のフロンティアの一つだというふうに考えています。よく考えてみますと、このソフトマターでできている自然界というのはですね、今申し上げた通りものすごい緻密な、しかも、まあ、言ってみればその要素、構成要素は非常に小さいわけですから、まあ、その世界から見るとですね、ものすごい巨大なシステムをですね、まあ、自律的に、自発的に作っているということが分かっています。またですね、この生命体というのは実は極めて高効率ですごく低いエネルギーでですね、駆動しているということも知られています。まさにこのですね、テクノロジーの未来の未知のテクノロジーの宝庫ともいえるこのソフトマターという領域について、私たちがですね、もちろん慶応義塾がというところではありますけれども、総力を挙げてですね、ここに新しいですね、テクノロジーのポイントを探していこうということで始まったのがこの RISE プロジェクトということになっています。
で今日はですねいくつかのプロジェクトをご紹介しようと思っていまして、ちょっと駆け足になってしまいますけどもご紹介したいと思います。まず一つはですね、人に融合する電子デバイスを作るというふうなタイトルで、書かせていただいています。2022年はですね、言ってみればアプローチとかですね、我々の周りにさまざまなガジェットが 出始めていますけども、例えば脈波が取れるとかですね、そういうものがたくさん出てきていますけども、まだまだこれはですね一部のいわゆるこうおしゃれなんですねガジェットという域に達しているという状況です。しかしですね、私たち思いっきりですねそこからですね、未来を想像してみたときに、2040年という社会を考えればですね、そのデバイス、まさにこのソフトマターという技術を使って、我々と完全に融合しているという、まさにそのデバイスの存在感自体がですね、デバイスという我々の今までの固定概念を覆すような形で存在している。例えばということで書かせていただいてますが、我々の体に完全に融合しているという世界、ここに書いてある絵はですね、これがまさにそのモニターになっている、ディスプレイになっている、ないしはここにですね、さまざまなバイオセンサーが載っていて、我々の健康状態をですね、常にモニタリングしていくという、状態みたいなことを考えてみるんです。このプロジェクトのチームはですね、現状もちろんちょっと詳細今お話しできませんが、極めてですね薄くてですね、ものすごい薄い薄膜の、人工的な皮膚を作ることができていて、これちょっともしかすると絵が小さいかもしれませんけども、まさにこれ貼ってみるとですね、もうもはやどこに貼ったかわからないというようなものができています。でここの中にですねデバイスを搭載して、脈波のですねマッピングができるようなことがすでに分かっています。今日このプロジェクトチームもしかすると学生がいたりするかもしれませんけども、展示ブースの方でも展示をしていますので、ぜひご関心があれば見に行っていただければなと思います。次はですね、これは次尾上先生にお話しいただくので簡単にスキップさせていただこうと思いますけども、2022年、まだまだ我々の社会はですね、テクノロジーがこう進化したといえどもですね、病気との戦いというのは非常に過酷であるという社会です。未来社会2040年、あえてですね、大きくくぐりかぶってみるとですね、体のサインをですね、いろんなさまざまな技術を使って、見逃さずに健康長寿の社会を作っていこう、こういう社会を実現しようと考える。その時に私たちが注目しているのは、エクソソームという物質です。これはこのプロジェクトチームにですね、エクソソームの世界で、極めて今トップランナーの一人として活躍している、東工大の星野先生、ですね、それから私たちのチームの小野先生に関わっていただいて、このエクソソームを使ったですね、積極的な治療デバイスを作っていこうというふうに考えています。これは小野先生からお話しいただきますので、このくらいにしますが、このようなですね、いわゆる私たちの体の中のですね、サインを見逃さない、そのために、今非常に注目されている物質についても研究をしていたりします。それからですね、ロボティクスの技術ですね。これは先ほども案内で書かせていただきましたけども、まさにその2022年のロボットというのはですね、まだまだ毛沢東のですね、機械仕掛けのものであるというのが現実です。しかし私たち2040年、これを妄想していった時にですね、ロボットもはや生き物みたいに動いてるんじゃないかというふうに今考えています。こうなってきた時にですね、これさまざまな絵が書いてありますけども、いわゆるこの柔らかいロボットですね、完全に柔らかいロボット、ないしは理想的に言えば自律駆動型のロボット、まさに生命体のようなロボットを作ってみようというふうに考えています。今私たちその原理原則を作るためにですね、ソフトな、柔らかいアクチュエーターの開発、それから今一つの目標値として、水中をですね自由に自在に動く、ロボットを検討していまして、そのために着目しているですね、ヒラムシという生き物がいるんですが、そのヒラムシのですね遊泳メカニズムを解明して、私たちのロボットにそのように泳がせてみようというふうに考えてたりします。それからですね、人の感性に寄り添う人工物を作ってみようというふうに考えています。これ2022年の現在、人工物なんですね、いわゆる無機質な存在であるだろうというふうに思うわけです。未来はですね、私たちさまざまな技術を使って我々がこう分子のですねレベルの情報をですね手で感じることができるぐらいのですねマテリアルデザインをしていきたいというふうに思っているわけです。これ実際にどんなことをしているかというとですね、私たちの研究チームで開発しているですね、テトラペルゲルという、世界で一番均一でなおかつ、自在にその構造ないしは物性を制御できるですね唯一のゲルがあります。このゲル、分子構造からいわゆるマクロの、物性値、例えば力学特性みたいなものにですね直結するようなコントロールができる唯一のゲルとして知られています。
このゲルを使うとですね、いわゆる分子レベルから私たちがこう触って感じることができるレベル感のですね、物性値をデザインしていくことができるという、基本的な物質として我々定めていて、そこを使ってですね、私たちがこう普段感じる感性みたいなものですね、オノマトペで表されるようなものをどういうふうに分子からデザインしていくのかということに挑戦している研究も展開しております。それから最後ですけども、いわゆるメタマテリアルと言われているような物質を作っていこうということで、私たちの世界、今全てのもの、目に見えるもの、手に取れるものは皆目に見えるものでありますけども、この物質の正体すら消していくような世界を作りたいと考えていて、これは今、コロイドの世界のですね、研究に注力しておりまして、今まさにですね、その透明マントができるようなレベル化のところの、一歩手前のところまで来ているということで研究を進めています。ちょっとこのあたり詳細に説明する時間がありませんので割愛していきますけども、この後もしですね、私たちいらっしゃいますので、ご質問があればいただきたいなと思っていますが、いずれにしてもですね、このような研究さまざまに展開しています。まさに柔らかい材料を基盤にして、私たちが今まで見たことなかったようなですね、世界を作るための新しい文章的な研究をですね、展開しているというのがこのライズプロジェクトです。国際的なですね、研究体制も整えておりまして、彼らとですね、競争していこうというふうに考えておりますし、研究テーマ、研究チームもですね、どんどん成長しているという状況になっております。ぜひですね、皆さんからのご支援がいただければと思っていますので、よろしくお願いします。ここからですね、小野先生にバトンタッチさせていただきまして、エクソソンのチームのですね、お話を少し聞いていただければなと思っております。小野先生、よろしくお願いします。はい、浅井先生、どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。理工学部の機械工学科の小野江と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、浅井先生にちょっと紹介いただいた RISE のプロジェクトの中の一つの研究テーマなんですけれども、エクソソームを利用した積極的な治療を目指す、プロジェクトを、させていただいております。ここに書いてあるメンバーのようにやってるんですけれども、研究室としてはですね、私の研究室と、それから東工大の星野先生というようなエクソソームの世界のトップランナーの先生と一緒に研究プロジェクトを進めております。でまずこのプロジェクトはですね、まず2040年にどうなっているべきかというところを考えた時にですね、がんという、今でも死亡率が1位の病気ですけれども、病気の怖さを克服できていてですね、人に優しい医療というのが実現できているのではないかというところを最終的な目的にしています。で具体的に言いますと、人間の体が持つがんの発生や転移のメカニズムを完全に理解する、でその上でその仕組みを積極的に治療に応用していくような新しい治療で、しかもその治療というのが人に負担が少ない優しい治療というのができるのではないかと、ここをゴールにしてプロジェクトを進めます。でこの研究プロジェクトの非常に面白いところはですね、こういう共同研究をするとき、私たち普通は学会とかでですね、発表して、でそこにたまたま来た研究者の方とちょっと話をして、あ、こんなことできますかという形でボトムアップ的に研究テーマでできるんですけども、先ほどトリア先生からご紹介いただいた通り、ここはまず最初にゴールがあります。で私は星野先生とは全く知り合いじゃなかったんですけども、ある時は浅井さんにこう目に呼び出されまして、こういう先生がいるんですけど、で面白いことできるはずなんで、ちょっと話してみませんかと話を持ってこられてですね、本当に私が普段自分の研究活動とするのが違うようなチームの編成の仕方から始まりました。で今ではですね、こういう形で学生さんも参加いただいて、プロジェクトを進めているという状態です。でですね、まずはちょっとキーワードとなりますエクソソームについてご存じない方もいると思いますので、簡単に説明させていただきますと、エクソソームとは細胞から分泌される直径が50から150ナノメートルくらいの粒状の物質のことです。でこれはですね、細胞から出てきます。で細胞というのはですね、細胞膜というので覆われた形をしております。でその細胞膜の一部がですね、実は人間の体の中でこうやってちょっとずつですね、分離していて、それが血管の中を循環しているということが知られております。でまさにこの循環している物質というのが、エクソソームなんですけれども、人間体の中いろんな組織がありますから、それぞれいろいろな違った種類のエクソソームというのが体の中を、実は血管の中を回っているというようなことが知られています。こちら顕微鏡なんですけど、いろんなサイズがあったりですね、ちょっと形がサイズしてですね、いろいろなものが知られています。でこのエクソソームというのが非常にキーとなっております。なぜならばですね、細胞から出てくるので、エクソソームにはたくさんの情報が入っているんですね。これがエクソソームの模式図なんですけれども、細胞の一部分、細胞の表面にあるタンパク質とかですね、また中にあるような DNA、RNA という遺伝情報とかも含まれています。で、これがですね、非常に注目されたのはですね、この細胞の単なる右のコピーではなくて、
このエクソソームというのはいろいろな種類を出していて、それがホルモンのようにですね、いろんな体の部分に働きかけて、うまく制御も使われているということが最近知られているということが非常に面白い、科学的にも面白いテーマ、物質になっています。でですね、このエクソソームというのがですね、非常にがんと関連があるということが知られています。でこちらはですね、血小成分、血液の中のエクソソームのがん患者の77名、健常者43人のサンプルを、プロテオミクスデータで解析しますとですね、なんとですね、感度 95%、特異度 90%、つまりがん細胞がいると、その特異的なエクソソームが出てくるので、それをうまく発見することができれば、非常に高い確率で、がん細胞があるということが発見できるのではないかということが分かっています。しかもですね、その細胞というのはですね、いろいろな種類のがんがあるんですけども、例えばここにあるように膵臓がんとか乳がんとかですけども、細胞種類が違うので、そのどのがんになっているか、どこにあるかも将来的に発見できる可能性がある、まさにこう情報の宝庫なわけなんですね。ところがですね、このそうは言いましても出すものっていうのはもう体中のエクソソームが出ているので、まあ、要はミックスジュースのようなんですけど、非常に解析が難しい。さらに、ね、何がどういうエクソソームを出しているかとかまだ完全に理解されていません。で、がんと言いましても、もうがん細胞の中にもですね、いろんな種類の細胞が固まっているわけで、一応ではないわけです。なので、まずどういうような仕組みになっているのか、どういう物質が放出されているのかというのを知るためにですね、非常に高精度で、しかも簡単な分析法というのが求められて、でさらにこのがん診断もですね、あるないということではなくて、その未来の像っていうのも分かるということも最近分かってまいりました。つまりですね、エクソソームはがんの転移に関与しているということが報告されております。これはどういうことかといいますとですね、例えばこれ骨に転移するがん、肺に転移するがん、脳に転移するがんからそれぞれエクソソームを持ってきて、それをマウスに打ち込むんですね。で、そのそれぞれのエクソソームがどこに行きますかというのを調べたのがこちらなんですけど、このようにですね、転移先、肺に転移するがんを打ち込むと、そのエクソソームは肺にたまるんです。逆に骨のものには、このエクソソームは肺にはいかないんです。つまり、がんというのは次の転移先に向けて、その場を耕すような形でエクソソームを出して移動しているということが示唆されるという結果があります。つまり、これというのは、もしもこの情報が正確に読み取れれば、どこに転移するかわかるということになります。まあ、これはいろんな実験でそういうようなことっていうのは実際の動物やられたものなんですけれども、そういう意味でですね、非常にこの予防また治療に重要な役割があるんじゃないかということが知られております。で、そういったエクソソームをですね、戦略的に治療法だったり、解析法っていうふうに利用しようという動きっていうのは非常に今トレンドとなってまして、例えばドラッグで言えばですね、エクソソーム自体を先ほどがんの定義だったんですけど、治療に使うようなコントロールもありますので、薬として使ったりとかですね、またそのエクソソームを生み出す細胞を注入してあげようといった細胞治療ですね、それから先ほど その未来の状態を知るためのイメージング技術というような形で、このような技術というのが将来的な治療に役立つのではないかということを言われています。で、そこでですね、我々たちはそのために何を理工学の性質として必要かということで、2つのプロジェクトを今進行しております。1つはですね、エクソソームの分析プロジェクトですね。先ほど説明しました通り、何が出ているかわからない、またその組織からも別々にそれぞれの細胞が何を出しているかわからないということで、こういうチップの中でエクソソームというのを何が出ているのかというのをシングルセル、一つのセルの細胞ごとに解析し、しかもその解析の数がですね、1回に100万個とかですね、そういった形でマッシュに大量に解析できるようなチップ技術の開発をしています。もう一つがですね、そのじゃあ分かったエクソソームというのを積極的に利用して治療しようという技術ですね。こういった先ほど浅井先生の話もありましたように、人間に融合する形で柔らかい、ソフトマターであるゲルの中にエクソソームを入れまして、でこのゲルがですね、うまく出してほしいエクソソームだけをフィルタリングする、物理的にフィルタリング、そういった形で治療をするというようなことを我々は取り組んでおります。これは簡単な例なんですけれども、こういうチップアレイを作りまして、細胞を一個一個ですね、このちっちゃなお部屋に隔離した後に出てくるエキソソームをこういったチップの上で分析するというような形になってまして、我々が目指すところはこういう技術っていうのを簡単に使えるように、例えばちっちゃいチップの上に自分の血小板と血を垂らしたら、勝手にですね、こういう細胞の中に一気に何百個も排出できるような形までつければ、技術を高められるかなということを狙っております。また、放出プロジェクトはですね、実際にこういう形で、ゲルですね、柔らかい物質の中に細胞を埋め込んで、どのようなエクソソームが出るのかということを今、解析している
状態になっております。でこちらのプロジェクトに関しましては、先ほどから申し上げますように BOZ でも担当している学生の方も来てますので、ぜひ、ね、興味があったら聞いていただければと思います。はい、以上ですね、エクソソームチームは2040年の未来に向けて、まあ、がん検査を家庭で気軽にできたりとかですね、新しい積極的なエクソソームを利用した治療というのを考えております。でこちらがチームメンバーでして、星野先生ですね、エクソソームセットの所属こちらになります。こんな形で取り組んでいるのが一つのプロジェクトとなります。どうもありがとうございます。斉先生、小野先生、非常にワクワクする話ありがとうございます。2040年の未来社会より健康になり、そして、いつの間にかでも人々の健康はより良くなるんだけども、何か腑に落ちないところがあると思いますね、皆さんの中で。そのあたり、川島先生、ちょっと合理的な立場からちょっとお話いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、私 KGRI 特任准教授の川島と申します。よろしくお願いいたします。今まで、どちらかというと理系のお話が多かったと思います。今日も科学技術展なんですけれども、本日は私法学の立場から、この技術に対してどう見ているかということを、少しお話しさせていただきたいと思います。2040独立自尊プロジェクトは、まさに鳥谷先生がおっしゃったように2040年に生じてくる超高齢社会の諸課題を解決するということを目標にしています。もちろんそのような課題を追求するためにはどんな課題があるのかということを、まず同定しなければいけない。それは技術的な面だけではなくて社会的な問題もあるだろう。そういうことで私たち法学チームがこの2040独立自尊プロジェクトの、一翼を成しております。で、その社会的なポイントというのもこちら法学系プロジェクトなんですけれども、山本達彦先生を筆頭にチームを組んでおります。私たち実は法学の中でも憲法という分野の学者が多いんですけれども、どういうことかといいますと、憲法というのは国家の在り方であるとか、あるいは人権というのを考える分野です。2040年問題によって国家や人権がどうなっていくのかということを、技術的な側面も理解しながら勉強しているわけです。特に注目したのはデジタルプラットフォームです。今までのお話の中にも情報通信技術を使ってとか AI で解析してなんていう話がありましたけれども、こうしたデジタル技術を使っていくこと、特に今それを集約している GAFA に見られるようなデジタルプラットフォームが発展していった先にどんな国家的人権上の問題があるのかということを考えているわけです。すでにこうしたたくさんの問題が生じていることは皆さんもご存知の通りで、例えばフェイクニュースとか炎上誹謗中傷、あるいはフィルターバブル、自分に似た考えばかりツイッター上でですね、囲まれているという問題もありますけれども、そうした問題がデジタルプラットフォームの巨大化によって生じているわけです。ではなぜデジタルプラットフォームが2040年に独立自尊を揺るがすことになると言えるのでしょうか。一つは個人への影響があるでしょう。プライバシーとか表現の自由、イーロン・マスクがツイッターの制約、ツイッター上の発言を制約していくというのはまさにそういう事例ですね。個人の発言というのは民主主義の基礎でもあります。政治参加、民主的意思決定への影響もあるかもしれません。さらに社会、ヘルスケアや労働環境もデジタルプラットフォームによって変わってきています。今までであれば、医師や教師といったプロがですね、私たちの健康や教育を担ってきたわけですけれども、さて鳥谷先生がおっしゃったような行動変容を促すということになると、お医者さんは介在しなくなるわけです。健康についてそうしたデジタルプラットフォーマー、あるいは、プロ医師ではない人たちがですね、健康についてアドバイスをするというのはどんな問題をはらんでいるのでしょうか。最後に今日後で少し深掘りしたいのが国家の問題です。デジタル空間で国家に相対するような力を持ち始めた GAFA のようなデジタルプラットフォーマー、さて国家はどのようにデジタルプラットフォーマーに対峙すべきかということを考えています。
このようなデジタルプラットフォームが台頭する社会において、私たちがどのような秩序、新しい秩序を形成していくべきかというのを包括的に考えるのが我々のプロジェクトです。少し国家の問題について深掘りさせてください。すごく大きな話を最後にさせてもらうわけですけれども、ちょっと皆さんにも考えてほしいと思ったから紹介したいんです。デジタル主権という言葉があります。これは国家が他国やあるいは GAFA のようなデジタルプラットフォーマーに干渉されることなくデジタル空間を形成する権力を持つという考え方です。例えばですね、接触確認アプリ、日本では COCOA ダウンロードされましたでしょうか、の開発をめぐって少しさまざまな課題が社会的にも議論されましたけれど、例えばフランスはですね、国家のデジタル大臣がこう言ったんです。国民のプライバシーや健康の保護はデジタルプラットフォーマーが作るアルゴリズムではなくて国家が担うんだと言ったんですね。つまりアップルやグーグルの作った API システムは使わないぞと、国家こそがそうしたアプリを作るんだ、国家の監視の下で作りますというふうに宣言したわけですね。一方の日本はプライバシーフレンドリーのことは考えましたけれども、結局 Google や Apple の API を採用しました。私はここで日本のプライバシーやプライバシー保護や健康保護が劣っていると言いたいわけではありません。こうした健康保護アプリを通じてですね、誰がアルゴリズムを監督するのか、デジタルプラットフォームなのか、それとも国家なのかといった問題が先鋭化したということを言いたいわけです。実はそうした問題はウクライナ戦争においても出てきました。ロシアは、SNS 上にフェイクニュースなんかを載せたりしています。もちろんウクライナもあるかもしれませんけれども、そうしたですね、どこで誰が情報を発信できるかということが戦争の問題にも発展しているわけです。私たちのプロジェクトではこうしたデジタル技術、あるいは今後はもしかしたら科学技術一般かもしれませんですけれども、それが国家や人権に与える問題について、皆さんと、大学外の皆さんとも一緒に、議論しながら考えています。このプロジェクトは社会的な課題をまず同定するというところに重きを置いておりますから、これまでのプロジェクト、この全体のプロジェクトの中では議論というところからを重点的に行ってきました。さまざまな議論を行ったことを KGRI のウェブサイトや私たちのウェブサイト、インパクティズムというんですけれども、こちらで公開しておりますので、もし気になったら一度検索をしていただきたいと思います。私の方からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。非常にこの最初にお話ししたように社会実装していく上で、我々こういうワクワクする技術だけじゃなくて、それを実際に使っていくにはどう管理、国家が対処しておかなくちゃいけないかという話ですけれども、こういったことなかなか皆さんお聞きする機会がないと思います。しかもやはり2040年というのは、ここにも今若い方がいらっしゃいますけれども、今の20歳の方がその世界を担っていきます。我々としてはですね、スライドを出していただきたいんですけれども、この研究者が何か研究をしているだけではなくてですね、実際にそこの社会実装をしていくために企業様や、そして先ほど言った20年後を担う世代みたいな学生さんと一緒にですね、この2040年の問題を課題を解決していく、そういったコミュニティを半年前に作りました。でこの写真にあるようなですね、非常にたくさんの方、最初は40人、20人ぐらいから始まったコミュニティなんですけども、現在半年で先ほどお話ししましたようにですね、300人以上の方が慶応大学だけ内外からですね、参加していただいてます。先ほど言ったようなそのインパクトイズムというですね、情報発信ですね、若手のから20年後どうしたらいいかという情報発信ですね、学生たちを中心に、いろんな活動を行っています。もしこういったことに興味ある方はですね、この QR コードを読み込んでいただいてですね、この我々のプロジェクトというですね、2040年社会をですね、一緒に動かしていければなというふうに思っております。ちょっと時間がないので割愛しますけど、こういった形でたくさんのコミュニティの方が日本の大学から参加していただきまして、一昨年この2040プロジェクトという黄色いところでスタートしたんですけども、途中でこういった情報発信とかですね、コミュニティや寄付講座を介してですね、今トータル1万人の方にアクセスして今2040年社会を考えるプロジェクトが進んでおります。ぜひですね、今回のこの機会にですね、我々のですね、ブースですね、40番に
もっとテクノロジーのこと、工学的なこと、社会システムのことを考える、ブースを展示しておりますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。本日はこの独立自尊2040のセミナーに参加していただきましてありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ皆様大きな拍手をお送りください。これをもちまして2040独立自尊プロジェクトを終了させていただきます。